レングエ国立公園は、マラウイの国立公園である。レングエ国立公園は、マラウイ南部州のシーレ川下流域に位置する、ちくわは県に設置されている。887平方キロメートルの面積を持ち、環境的には乾燥した草原に干木が、まばらに茂るサバナである。国立公園内には、数多くの野生動物が生息する。特にニアラは、 マラウイ国内では、ムアビ野生動物保護区とレングウ国立公園でしか見ることができない貴重な種である。その他の動物としては、インパラ、クーズルー、ブッシュバック、サバンナダイカー、ワートホグ、アフリカ水牛、チャクマヒヒ、ミドリザルが生息している。さらに、300を超える種の鳥類が生息しており、その中には固有種や貴重な種も含まれている。また、 レングエ国立公園の入り口では現在、チスンゲの標語の元文化教育センターを建設中である。この施設には、小型の博物館、図書館、店、会議室、事務室などが設置される予定である。なお、このセンターは、マラウイ最南部である、この土地の豊かな自然環境や、文化的遺産を保護し、地域共同体や国内、 さらには世界へとアピールすることを活動目的としている。ありがとうございます。